番。こんばんは、アホ。こんばんは、ナオさん、バッチコインにありがとうございます。え、ナオだよね。うん、ナオさん、バッチコインにありがとうございます。イエーイ、こんばんは。チュ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 、こんばんは。ハッピーハッピー、バチコーニありがとうございます。コロン相変わらず可愛いな、ありがとうございます。イエーイ、たらすぐにバッチ購入ありがとうございます。イエーイ、めっちゃ可愛い、嬉しい。イエーイ、こんばんは。今日はね、あのいろはさんのお年玉企画で当選したんで、福袋これね、このでっかいのだから、これを見ていこうと思う。開けるの初めてなの。今日本は何時か、8時です。8時です。ね、いろはさんのね分で当選したんで開けてきます。これね、めっちゃでかいんだよ、ほら。しかもめっちゃ重いの。バチコーニありがとうございます。ね、開けていくね。チャックチャックチャック、あったー、やば、スカートが。これね、届いたの。福袋って書いてある。はいね、行く。紙が入ってました、これ。やば、待って、足の裏つった。いった、待って、ガチで足の裏つった。かわいい、ありがとう。ちょ、ほんまに足の裏つった、ほんまにやばい。とりあえず読むわ。お年玉企画当選おめでとうございます。この度は株式会社いろはのお年玉企画にご応募いただき誠にありがとうございます。抽選の結果、これあなた様って読むよね、がご当選されました。おめでとうございます。つきましては当選商品をお送りいたしますって書いてある。やったー。ちょ待って、マジで足ができない。気になる人、気になる人は私がインスタフォローしてるから見に行ってみて、飛んでからいろはさんのあるんで、インスタ見に行ってみてください。今回はね、お年玉企画っていうのやってて、でそれで当選しました、イエーイ。ね、もう見えてたと思うんですけど、見てこれ、なんて言うっけ、ホットドッグ。めっちゃおもろくない、これ。え、こんなん入ってるんだよ。え、めっちゃ置いとく、ちょっと待って、次のも見てみる。めっちゃ、え、めっちゃ大量に入ってんの。そしてそして、じゃん、こんなん入ってます。ちょっと待ってね、なんか犬みたいなマーク入ってある。ちょっと待って、落ちそう。開けていいのかな。開けてみます。ちょっとメガネ外す。今着るしかない、確かに今着るしかない。あ、一式セットな感じかも。じゃん、ズボン。じゃあね、ズボンだよね、多分これ子供用のズボンですね。そしてこれ、え、かわいい。これも子供用だよね多分。見て、これかわいくない、ハート。え、
こういうのさ流行ってたよね、こういうの首のやつ。これはね妹にあげたいと思います、子供用なんで。ほんでほんでこれワンピース、めっちゃ可愛くない？可愛くない、私合うかな。これはねサイズがちょっとあれなんで、ちっちゃいんで妹にあげます。こういうのがね入ってるんだよ、面白い。はい次、まだまだあるんでね。あねー、なんだろう、あ何枚かねセットになって入ってる、すごい、じゃん。どう、私こういうのさあんま着ないけどさ意外と着たら似合ったりして、どうですかこれ。はい次、え可愛い、えこれさ夏絶対さいいよね、こういうの。えしかもさ見て、トミーなの、えやばくない、やばくない、トミーなの。はい次、うわなんて言うんだろうこういうの、なんかカーディガンみたいな感じでもちょっと違うけどつながってる。えめっちゃよくない、これ面白くない、こういうの。えめっちゃいい、今度着よう。あらバチコーニーありがとうございます、全然見てなくてすみません。あのバチコーニーしてくれた方には後で親しい友達に入れて写真見せるんで、はいはい次、じゃん、黄色なの、黄色似合うと思います、ありがとう。はいこれ結構さっき開けた時見て、黄色いの見て気になってた。はいそしてじゃん、なにこれ、えっあつながった、さっきと同じかと思って違った。これもねなんかね羽織るやつ使えそう。はい次、えかわいい、なんて言うんだろう、ニットみたいな、これさ制服の下着たらよくね、え絶対あったかいよね、これ今度着よう、イエーイ。はい、いいね。次行く。青色の服。見てみる。その、これ？これはもらった服です。じゃん、どう、あんまさ着ないけどさこういうの着てみたらいいかも、意外と似合うかも、うん、あんま着んかもこれは。あの私の着ない服は今度プレゼントしようかなって思ってます、皆さんに。なんでねよかったらインスタとかで、ね、チェックしてみてください。また後日ねどうするかとかあげるんで。ほんで次、なんかかわいいユニフォーム系かな、こんなバラ、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。いらない服欲しいです、今度ねどうするか決めます、プレゼントします皆さんに。この靴下ここら辺まで来ます、伸ばしたら。はい、めっちゃ可愛い、見て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 、えこういうのさガチ欲しかったんね、えこれマジで着よう、え可愛くないこれ、9番だって SUAREZ、 え可愛い、久しぶりです。
見て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 、このズボンもある。え、絶対似合うよね、ほら。良くないこれ。え、いいよねこれ、めっちゃ。今箱コリンゴはどこ、はい。え、普通にちょっとズボン履いてるからあれだけど、普通に良くない。え、めっちゃいい。履いとこう、これね。え、めっちゃいい。バチコーにありがとうございます。イエーイ、コロン大好きです。ありがとう、フォローしました、ありがとう。見てってね、ついでに。え、これマジ、え、もうこれはもう絶対着る。もうあげない、誰にもあげない。次、ピンク。うお、見て、なんか面白い。なんかお金持ちの人着てそう。もこもこ、いいねこれ、ふわふわ。はい、次。ちょっとさ、気になるのがあるんだけど、まあ、先にこっち行こう。これチョコレートみたいな色してる。じゃん、なんていうっけこういうやつ、ジャンパー。これ男のかもだよね。 DIESEL、 どこのメーカーか私は知らんが、いい感じじゃない。はい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 、どう、似合う。これ多分男のだよね。でも意外と着てもいけるかも。これね、いおはさんのね、お年玉企画で、何この指、お年玉企画で当選してもらってるんですよ、このでっかいので。今それを見てってます。え、かっこいいよねこれマジで。え、いい感じだよねこれ。はい、着るかもこれ。かっ、ファザーに。これいいやつな予感がする。私が欲しかったやつかも。え、ほら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 、私が欲しかったやつ。え、これいいよね。え、これにさ、これの下にパーカー着たらめっちゃ可愛くない？え、最近流行ってるよね、これにパーカー着るみたいな。よく見るんだよね、インスタで。もうこれ着る。え、面白いねこれ、似合うよこの。ありがとう。次、おえ、なにこれ、見て、キラキラしてんの。なんだろうなんだろう。え、これどっから、おお、めっちゃ下に下がった。あ、こっちか。うわ、めっちゃ下に下がった。かわいい、ありがとう。やば、あかん。いや、次開いたわ。え、なにこれ。え、なんかね、あ、ガチの、なんか、え、H&M で売ってそうな感じの生地。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。スパンコールペプラムガタ、スカート、スカート、スカート。え、スカートらしい。どういうスカートですかこれは。え、なんかでも面白い。え、これどういうのだろう。メーカーはね、これかな、こういうメーカー多分ね。これこれ、な、面白い。え、なんなんだろうこれ。これ4つついてる、飾り付け？じゃん。これ面白いかも、履いてみたら。演歌歌手か、演歌歌手ではないね。次、これもスカートかも。チョコリンボンはどこ？そうだね、上ドアはそうかね。ここが問題点だね。私そういう服持ってないからさ。うお、これは
またまた私の知らないこれね、こういうやつ見る見る見にくい、こんな感じ。これもね、スカート、これはね、多分履かないと思うからプレゼント企画にしちゃおうかな。何これ、え、見て、パッと見カバンじゃない、え、カバンみたいな感じじゃない、スカートかも、いや、分からん。トリマ、開けてみる。かわいい、ここの、ありがとう。はじめまして。今ね、あの、いろはさんのお年玉企画で当選したんですよ、福袋。それの中身を見てみて、見ています、みんなで。こんなね、でかいんだよ。だ、届いたの、え、すごくない？めったにないよね、こんな福袋とか言ってこんなでっかいの。あ、かんかんかん、いたいた。はい、うわー、カバンじゃなかった、カバンだと思った。え、カバンだと思うよね、これはね。おお、エプロンみたいなスカートです、ワンピースです、こんなやつ。え、似合ってたりする、もしかして。コロン、はい。え、すんごい入ってんの、マジで入ってる、え、やばくない、すごいよね。え、これマジやばいよ、ほんまに。え、ちょっとみんな気になったら行ってみて、いろはさんのインスタ飛んでみて、私フォローしてるからフォローのとこ見たら見れるよ。だから見てみて、企画とかね、またすると思うんで、いろはさんぜひ見てみてください。これワンピースでした、はい。次、待って待って待って、めっちゃ気になるのがある。これは緑だね。どっから開けるの。あった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 、テンション上げ上げ、マジ嬉しいじゃん、こんなん。ヤリメザールズ、ちょっと今ヨリメ禁止だからさ、ちょっと白目になるけど。そう、え、こんなさ、重い服袋もらったことないでしょ、みんな。え、すごいよね、マジで。マフラーじゃない、これ。ほら、ねえ、マフラーだよね。こうやってやるやつね。早業。はい、次。じゃん。これは短パンです。短パン。ちょっとメーカーが分かんなかった。短パンです。これもね、プレゼント企画しようかな。はい。制服に合ってる。ありがとう。次。おーおーおお、なんか青きた、青。見て、ここだけ見たらなんかツルって感じてん。プーマじゃん。プーマ。え、これ子供用だと思う。150。ええ、プーマ可愛い、これ私が着たい。え、プーマ可愛くない？ほら、これは弟にあげます。プレゼント。はい、次。じゃん。お下がりじゃなくって、これ福袋なんですよ。いろはさんの企画でもらったんです。もらったっていうか当選したんですよ。それで届いたんで、開封してます。はい。じゃん。これあったかそう、今の時期にぴったりじゃん。これもね、青で男の子用だと思うんで、弟にあげます。130です。あの、サイズも、そのジャンルとかもいろいろ混ざって入ってるんですよ、こん中。面白くない？うお、見て、ブラとか入ってる。え、おもろ。うお、見て、こういうやつ。ウケる。え、Tレースショーツだって。サイズは LL。って書いてある。まあ履かないけど。え、見て、どう、似合う、可愛くない、ボンボンついてる。
おもろ。これサイズは C の75。ウケる、かわいい、しかもおもろ。あ、いつか着ようかな、いつかね。はい、そしてさっきのセットパンツいいね。次、これさっきと色違いじゃない？あ、違ったけど、あれは一緒だね。次次次次次、赤じゃん、 T レースショーツね。あら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 、光で見えない、あら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 、はい、こんなやつパンツ入ってた。え、おもろくない？もういろんなジャンル入ってるよ。次赤、サイズはこちら C の65。アイサイズもね、いろいろあります。え、おもろ、やば、ウケる。そしてね、じゃん、靴だよ、靴が入ってる。これ私あの知らないよ、あの名前なんていうの、なんだったっけ、デザインじゃねえわ、名前が出てこん、まああのなんだっけあるじゃん、ナイキとかアンダーマーとかそういうの、そういうなんか名前っていうのは知らないけど、このマークは知ってる。めっちゃ有名だよねこれ、ほら、え、こんなも入ってるんだよ、ポロポロっていうのかな。え、やばくない？え、これめっちゃいいやつだよね多分、知らんけど。え、だってめっちゃ見るもんこれ、危ない、サンダルだよね。おもろ、これもね、プレゼント企画に入れようかな。みんな興味ある？興味あったらインスタ見てね。ラルフローレン、ラルフローレンっていうの。はい、次じゃん、え、これもさ、さっきさ来てんね、入ってるみたい、あれじゃないの、これどうやって開けるんだ、ラルフローレンっていうんだ。え、有名だよね多分、知らんけど。いや知らんよ、知らんけど。何何何何何、話聞かない人かな、ごめんなさい、見てないですコメント。はい、これ結構新しい状態、ネルチェックシャツっていうやつですね。ほら、え、これマジでいいよね。え、こういうの欲しかった、ほんまに。え、だって店とか行ってもうこれ買ってんとか言ってたの、ほんまに。こういうの、こういうのほんまに欲しかったの。ハイブランドだよね、プレゼント企画にします。はい、そしてこちらフリースロングパジャマ、かわいくね。初見です、はじめまして、かわいいですね、ありがとう。今ね、これお年玉企画で当選したんですよ、いろはさんのお年玉企画 でそれをね開封してます。やばくない、こんなさ、こんなでかいさバッグに入ってんの、え、すごいよね。でね、ジャンルとかもいっぱいあるし、ほんと面白い。で、開けてます、よかったらね見てってください。めっちゃいい、ほんと。え、マジでプレゼント企画出すね、ラルフローレンの。やばい、落ちる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 、じゃじゃん、おお、つながってる系か、あ、違うわ、なんかワンピースみたいな、こんな感じのパジャマになります。なんか色だけ見たらあのクレヨンしんちゃんのパジャマだよね、面白い。こんばんは。はい、次またまたあれですよ、パジャマですよ。ハッピーハッピー。お、これは首にハイネックっていうのかな、ハイネックのやつです。絶対あったかいよね、黒ルーズ流行ってんだよ。そうそうそう、かわいいよねルーズ。
これはね、これさっきよりかは短いかも、丈が。面白い。あ、ポッケあるんだ。次とね、さっきからこれ気になってたの。ほら、わかる？これおもろくね？なんかさ、ニュースでさ、よくこういうの見るよね。最近よく見てたよね、ニュースで。あるよね、見た、みんな。ほらほらね、え、みんなこれ誰だかわかる？この人、大谷翔平だよ。え、しかもこうなってんの、ここ顔二重クソおもろい。やっぱさ、アメリカとかさ、今めっちゃ人気じゃん、この人。だからかな。え、おもろい。これ着るわ。これ着て学校行きます。次、4900プラス税って書いてあります。しかも 60% オフ、あの値札ついてんのよ。翔平大谷だよ。なんでしょう、これは。え、なにこれ、どう、似合う？え、意外と似合ったりする？メイビーって書いてある、このメーカーですね。ちょっと 見る、これ、これ、こういうメーカーです。じゃん、これね。ヨリメザウルスできないの今、ごめんね。次、じゃん、これはまた私があまり着なさそうな系統の服ですね。じゃん、おー、これあれじゃん、ひろこだって。ひろこって書いてある。じゃん、これはね、プレゼント企画に回そうかな。見て、どう、似合う？今の時期絶対合うよね、こういうの。こういうのさ、あんま着ないからさ、ね、着てみたいよね。次、何これ、見て、めっちゃ着られてる、ここ。どう、制服の上に着たら意外と合うかな。買ったシャツ見えるし。大谷翔平着よ。ハッピー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 。ちょっと待ってよ、ゴリンボン。ドッドヤン、やば、でもスカート意味な。どうすか、良くない？え、いいよね、めっちゃいいよね。はい、こちら赤茶色っていうのかな、そんな感じの色。これはね、スカートだね、スカート、スカート多めだね。へい、え、これいいでしょ、豚バナして。豚ブー、靴下の裏見せて、こんな感じ。こちら、なんだろう、これもね、スカートじゃない、多分、多分ね、多分だから確信はない。大谷ワロタ、マジでそれね、いける。これ結構でっかいサイズだからさ、いいね、楽に着れる。ほら、これ見てみなさい、スカートでしょ、これね。なんていうスカートだっけ、こういうの。マジさ、名前がわかんない。待って、同じのじゃない？これ。さっきのと。え、ウケる。え、これ同じのじゃない？はぁ、袋が破れるっていうね。
っていう言うよね。同じの2枚入ってる。これプレゼントに回そうかな。ゴリンボザウルしてください。あのさ、寄り目ザウルス禁止になったじゃん。でできないじゃんザウルス。だから新しいザウルスさ作ろうかなって思う。こんな感じね。はいはいはい、これプレゼントに回そうかな。ちょっと気になるなるけど、これは最後らへんにやろう。うわめっちゃ重い。これあれじゃない、なんかロングコートみたいな感じじゃない、重さ的に。あと色味あるよね、こういうの。セークかわいい、ありがとう。これ大谷翔平の。ハッピーハッピーじゃーん。なんかこれ刑事ドラマとかでさ、刑事の人着てない、こういうの着てるよね、おもろ。これ誰かにプレゼントします。私さすがに着ないんで。ザウルスお願い。寄り目なしのザウルスってこういうこと。はい次。これさ、さっきと色同じやね。あ違うか、違うか、今一緒か。いや違うな、生地が違う。いや一緒かもしれない。これ今出したのね。ほんでさっき出したのがこれ。え、これ間違い探し。え、これ一緒だよね、どう考えても。え、ウケる。え、さっきもさ、これさ、2個ダブったじゃん。え、おもろ。誰かとお揃いできるね。やった。はい、次。なんて言うんだっけ、こういう色。オレンジ。ネオンピンク。ネオンオレンジみたいな。そんなことある。マジそんなことあるだよね。めっちゃこの福袋面白い。え、みんなもね、興味あったら、いろはさんのとこ行ってみて。私のインスタから飛べるよ。このね福袋をあのいろはさんのお年玉企画で当選したの。またね企画するっぽいからみんなもね見てみて。え、なんか袋ついてる。これスカート、防寒スカートみたいな、知らんけど面白いね。え、これスカート見て、あ、わかった。これ膝掛けじゃね、膝掛けみたいな。なんかあったかいじゃんこういうので、これ持ち運べるっていうね、めっちゃ便利じゃん。すごすぎ。え、なんだ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 、わかるわかるわかる、このメーカー。ちょっと名前忘れたけどわかるんだよ。マジ名前覚えれ、ほんまに可愛い、ありがとう。え、服のこと言った、もしかして私のことじゃない、意識過剰やば。はい、どんどんどん。え、よくねこれ、めっちゃいいやん。こちらはあれ、サイズが書いてない。あ、そんなもんか。え、めっちゃいいじゃん。え、これさ今さ流行ってるよね、このチャックだけのやつ、ノースフェイス。めっちゃいい。え、めっちゃいい。これもう着る、プレゼントしない。じゃあマイカー、待って、これ残り、あ、まだあった。ちょっと待って、ウケる。待って、残りね、3種類ぐらいあるの。ちょっと、見ていきます。こちら、コップになります。コップ。はい、そしてね、次。またコップになります。やったー、これで、お揃いだね。はい。次、なんて、タンブラー？タンブラー？これね、入れるやつやない？これ。え、ウケる。はい、そして。はい、こちらも同じものでございます。はい、ダブった。はい、これでお揃いできる。誰かお揃いにする？お揃いにしたい人いますか？お揃いにしましょう。かわいい。ありがとう。はい、次の。おー、翔さん、バチコイでありがとう。次ね。これとこれがあるの。え、しかも、どっちもすごいの。まずこっちから行くね。え、すごいよね。これさ、お年玉企画の福袋だよ。いろはさんの。え、で、これで無料でもらってるんだよ。お金払ってるわけじゃない。なのにこんないいものが入ってるの。いろんなものがね。もうよくない？はい。見える？エアジョーダンのビーニーってやつかいね、これ。
ニット帽ビーニー、ビーニーだよね。え、もうめっちゃいい、やばくない？え、もうこれは絶対使うよね。そう、ナイキ。はい、次。はい、ナイキのカバン。え、よくない？ゆき、やほ。すごいよね。え、これマジでやばくない？いろはさんのお年玉企画でもらったんだけど、ほんまにやばいよね。え、すごすぎる。ナイキのカバン。え、こんなさ、いっぱい量入っててさ、ジャンルもさ、いろいろあってさ、このね、ハイブランドだよ。はい、こちらもナイキのカバン。え、待って、こういうカバンめっちゃいい。え、これほら、硬くて。めっちゃいい。Just do it! はい。めっちゃいい。やばくね？これ、マジのナイキだよ。はい、次。靴いきます。え、これ、どっち？こうだよね。靴いきます。ちょっと待ってね。やばい。みんな行くよ。しっかりもう目開いてて行くよ。じゃーん。やばくね。え、可愛くね。見える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 。めっちゃよくね。え、やばくね。え、こんなんが入ってんだよ。え、マジ最高。ありがとうございます、いろはさん。本当に。え、見て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 。エアだよ、エアだよ。エアマックス。ほら、え、やばくね？え、かわいい。やばくない？え、マジでやばい。やばいしか言ってない。やばすぎ。やば！はい、ちゃんとね、2足入ってるんですよね、これね。え、最高じゃん、これ。え、よくない？ねえ。え、めっちゃいい。これ、今、見せたもの全部いろはさんのお年玉企画で当選して当たったものなんですよ。やばくない？しかもこんなでっかい袋に入ってんの。やばくない？やばくない？やばいよ本当に。これね、ほら当たったの。ほら、で全部無料なんだよ。こんないっぱいハイブランドとか入ってて、めっちゃいいよね。ちょっと興味のある人、ぜひね、いろはさんのインスタ飛んでみてください。私のね、インスタから飛べます。フォローしてるんで、フォローしてるとこで見て飛んでください。皆さんもね、こんないろんなものをいっぱい当選してもらえるかもしれないです。しかもね、売ったりもしてるらしいんですよ、服をね。だから見に行ってみてください。はい、こういうね、ジャケットっていうのかな、こういうのとか、ナイキのね、カバンとかね、スカートとか、ノーズフェイスのね、こういう服とか、このね、めっちゃネタ枠のこのね、フランクフルト、フランクフルトじゃねえわ、ホットドッグだわ。やば、びっくりしすぎてちょっと頭おかしい。え、やばくない？これ、こういうのね、入ってるの、いっぱいで、今こっちにいっぱい服置いてったんだけど、さっきのめっちゃ草あるの、やばいよね。だからみんなもね、興味ある人行ってみて、ぜひ。もう今回はめっちゃ私楽しい企画でした。はい、こんなね、いっぱいあるので、これさすがにこんなにいろんな種類あって、私が使わないものがあるの、着ないものとかね。だからそれは私が視聴者さんとかにね、プレゼントをしようかなって思ってますね。この中からね、コーデしてみましょう。まあね、一番のコーデはこれだよね、大谷翔平の。え、しかもこれポッケ入る、かわいい。しかもこれスカートのさ、下さ、さっきさ、入ってたやつ履いてるんだけど、もうスカートの意味がないっていうね。やば、ホットドッグのこれ欲しい？これプレゼントしちゃおうかな。待って、これさ、下さ、透けてるからさ。まずはね、こちらを着てみようかなって思います。はい、ズボンの上下セットで。ズボンの上下セット？え、これのズボンってこと？これこれの上下セット、後で着てみる。はい、やば、芋感。どうすか、かわいいすか。はい、これさ、ハロウィンとかさ使えるよね。ちょ、前髪長すぎな。
はい、次。かわいい、ありがとう。脱ぐのに一苦労するっていうね。あ、前髪がボサだよ。あ、さっきのさ、これのさ、あったー、これこれ、このズボンのセットだったやつね。え、マジでなんか福袋の中なんか1枚ずつ入ってんのかなと思ったら、もうセットで入ってんの、おもろくね、すごいよね。こんばんは、おこりんぼうはどこ。お腹が見えちゃう。にゃん。ほっ。あ、逆だった。で、しかもタグ取ってない。後で取ろうじゃないか、タグは。この人さ、スカートにさ、ズボン履いてんだよ。スカート脱ぐね。こう。じゃーん。どう？似合う？なんか、これサッカーだよね、多分。え、さっきさ、めっちゃサッカー見たんだけどさ、なんか今私が来たらめっちゃラグビーみたいな感じで。なんかさ、太もも太いしさ、なんかラグビーみたいな感じがしちゃった。え、でも可愛い。イエーイ。可愛くね？2杯竹にし。これさ、ルーズソックスだからさ、こんなさ、竹にしちゃうとさ。ほらよ。あれ、サッカー。サッカーかな。はい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 、お次何着ようかしら。ハッピーハッピーハッピー。これどういうさ着方するんだろう。え、キルト、え、なんでもない、間違えた。ハッピーハッピーハッピーチーズ、お着替えタイム。3、2、あ、やば、どうやって金のさ、これ、え、文字聞き方がわかんねえ。これで合ってるのかな。じゃん、こんな感じ。なんか言う、なんかさ、おるよね、こういうの着てる人。どう、似合ってる、いい感じ。ほんでこれを履いて、え、履ける、やば、きついかも。まあ、きついかなと思いきや意外と余裕っていうね。入れた方がいいかな。いいか。はい、こんな感じ。OL さんいるよね、こんなん。どうすか、こんな感じでね、着ることができるの。何着よう何着よう、いろんなもの着てすぎて。グリンポンはどこ。 1,2 の3、はい、大人っぽくて好き、ありがとう。やば、ルーズソックスがめっちゃめっちゃ含むんだ、ごめんなさい。次何着よう。刑事ドラマの再現しよう。え、またも取れん。
から離れ、うわじゃじゃーん、刑事ドラマでこういうのあるよね。え、ほらマジでさ、ほら刑事じゃん、ほらこうネクタイしてたら完璧だったのにねえ。被害者役じゃなくて刑事役。いや、カッターシャツだけだとさ、あれじゃん、意味ないじゃん。ハッピーハッピー名探偵コナン。はい、そしてね、こちらプレゼントにする。やばい、足が入らん、ちょい待ちな。そんなバナナ、じゃーん、ラルフローレンってやつのサンダルです。いいねいいね。そしてお次は何を着ようかしら。ハッピーハッピーハッピー、ポコリンボーはポコ、これ履こう、これ履きます。まあ、似合うか似合わないかは別として、まあこんなんだよっていう感じでね、着るよ。ハッピーハッピー、きたー、何がきた、え、待って、これさ、このズボンの上に履いたらやばいことならん。まあいいや、ほっ、いや待って、ほっ、こんな感じ。ちょっとね、さすがにこれはアウト。あれ、これじゃない、私が着たいの。大谷翔平、じゃじゃーん。最後はね、元に戻りました。まあ元ではないけどさ、まあ私のねベストコーデこれだよね。9番に大谷翔平。はい、じゃね、今回はねこれで終わりにします。でね、最後にもう一度紹介します。今日、まあ、着てる服とかいっぱい出した服とか靴とかあるんですけど、これね全部いろはさんのお年玉企画で当選して家に届いたものなんですよ。で、まあこのカバンの中入ってたの。え、しかもジャンルもいっぱいなの。多分男もてか男もんね、これ男もんの服、ほんでネタ枠のねホットドッグ、そしてこういうねスポーツ系のもの、そしてねパンツとかブラとかもね、いろんなねジャンルのものが入ってるの、いっぱいいっぱいいっぱい、めっちゃ。え、しかもカバンも入ってたし、もうね、ハイブランドのものもね入ってんの。はい、これね、でね、コップとかもね入ってるんですよ、こういうのね、エアマックスね。やばいよね、これ全部無料なんですよ、本当に。で、でね、当たったんですよ。抽選の結果、あなた様がご当選されました。私のことね。こんな感じで、いろはさんのね、お年玉企画の福袋の中には、いろんなものが入ってました。
ね、めっちゃ面白い。まあね、こんな感じでもう全部足元とかもこれ全部服なんですけど、ね、ほらハイブランドね、メイクもあるし、こんなにいっぱいあるのマジで面白いよね。興味ある人はマジでいろはさんのインスタ見に行って、まだ企画するっぽいから、その時にね、みんなもねこういうの当たるかもしれないから。でしかも服とかもね売ってるの、見てみて。だからマジでもうみんな気になるでしょ、こんなさいっぱいさ福袋でさないでしょ、本当にみんな気になるだろうから見てみて。私のインスタに飛んで、でその私のインスタのフォロー中の投稿も見てみて。3人いるから、その中の1人がいろはさんだから。 OK? 見てみてね、ほんまに全部無料だから、当選したやつだから。すごいよね、これは。私が着るやつもあるし、着るやつね、プレゼントするやつもあるし、みんなにね、もちろん私の家族とか友達にもプレゼントするけど、みんなにもプレゼントしようと思ってるから、楽しみにしててね。今日はここでおしまいにします。じゃあね、みんなバイ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 。ちょっと待って、切れんな。うん、切りに行く。みんなバイ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 。まずは YouTube から切ります。次 TikTok。 オレンジの見たい。オレンジの、何オレンジの、これ、これは膝掛けです。はい、また来る、また来て、バイバイ。次インスタくれ、マジあげるよ。じゃあね、みんなバイバイ、見てくれてありがとう。